こんばんは。あほー。こんばんは。こんばんは。エイジさんありがとう。あれやってる。マウスピースしてるからとても痛い歯が。お父さん、ケイケイさんありがとう。ねえ、フルバイが最高すぎ。さとちゃんとすぐ連絡取った。お父さんハッピーハロウィンありがとう。ケイケイさんも帽子ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。そう、透明。今日はミノー魔法で茶家のミュージカルの舞台を見てきました。危ない。すごいね、歌がすごかったです。茶券マジですごかった。ネイル塗ろう。そう、あ、そう、ナムイさんも、そうそうそう、タカヒロくん、お墓ありがとう、嬉しい。そうなんだ。あれ、どんな色なんだろう。こっち塗ってみよう。あ、今日のなめちゃんありがとう。そう、4日はシアター出ないけど、わかんない、まだいつかね。スト6さんありがとう。わけたくさん、お菓子ありがとう。ヘイルを、嬉しい。おしめもほぴょん、 AKB48 ワード、ワンの先輩ありがとう。ほか、お、フルーツ支援ありがとうございます。あのね、そのハロウィンのさ、タワーのカードできたから、今度メールかなサンプルを送ろうと思って、そこに書こうって。いいな、
ありがとう、歌詞。はい、嬉しい。たけしさん、ありがとう。ハッピーハロウィーン。お父さんもありがとう。お墓、こんばんは。ダーヤマさん、あ、嬉しい、お金なし、ありがとう。ハッピーハロウィン。クトさんもお墓ありがとううん、今日誕生日、沢さんおめでとう。すごい。ハッピーバースデートゥーユー、バースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、沢さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ちょっと爪乾いたらさ、書くね。ハッピーバースデー。たけさん、ありがとう。うん、11月の始め、楽しみ。パチパチ。おめでとうございます。可愛くない、これ。なんか買ったんだけど、ちょっと高かった気がする。こんないい、良さげなネイル。エイジさん、ありがとう。めちゃくちゃよかった。ケーキ食べた？ケーキ。うん、これ寝れる。いいね。ね、高いこれ。こんばんは。あ、最悪。めっちゃ塗り方がたくさん。食べないと。でもまだ9時だから大丈夫だよ。これから間に合う。
が高いだけあって塗りやすいですね、ハケが。とても塗りやすいです。最悪触ったじゃん、最悪触っちゃった。ケイケイさんありがとう、みんなお菓子ありがとうございます。ありがとう、エイジさん。コウモリ。うん、本当に毎回触ってる気がする。どうしてですかね。毎度毎度。乾くまで待てないのかな。いや待って、二度塗りはちょっと早いかもしれない。乾いてないんじゃない。思ったけど塗り直しちゃうよ。あ、最悪、すごいはみ出てる。まずい、落としましょう。恥ずかしいな。よし、オッケー。乾くのを待ちます。お父さん、お化けありがとう。フルーツはハロウィングなんか、なんだっけ、飴無料、1日10個無料でチャレンジからもらえる飴があるんですけど、それとあと200字以上のハロウィンの、ハロウィンのなんだアイテム、アイテムっていうの、なんていうの、なんていうんですか、ギフトがポイントになるらしいです。あ、そうそうそう、ハッピーハロウィンありがとうございます、ケンケン。そうそう、それそういうことだと思う。ありがとう、たくさん飴ありがとう。パパさんありがとう。そうそうそう、今約7万、うん、そう、ありがとう。乾いてないのに、乾いてないんだからまだダメだよ。でもお誕生日になりたって書きたいけど、ただただコスプレしてくる、コスプレとコスプレして私が自分で作ったそのカードにサインを、サインと、まあ、名前と入れて、コスプレスクショ配信でこうやろうと思ってます。なのでタワー、ハロウィンのギフトのタワーっていうの投げてくれた方はちょっと31かな、ぜひ来てください。ティオシーさん誰もありがとう。マキピピさん嬉しい、お墓ありがとうございます、たくさん。うん、カズヤくんありがとう。あー、初めてこれ
猫、ああ松尾さんありがとうございます、かわいい、ちょっと待って、髪にくっつく、ありがとう猫タワー、これもハロウィンだよね絶対、すごい光ってる、ありがとうございます、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、一回書くの、ちょっと待って、カードに明日、そのね、今日ね、今日っていうか昨日頑張って作ったんですけど、なんかほんとクオリティがね、ほんとに私画像とかあんま作らない、作ったことないタイプの人間なので、ちょっとね頑張った、書いたりしてみた、書いたりハロウィンっぽく頑張ったんだけど、どうだろう、でもね、まあお楽しみにしてください、まあうん、送ろうかな、そのサンプルみたいな、サンプルっていうか、まあできてない、完璧ではないけど、沢さんありがとう、ツイステ猫かわいいね、これお化けの猫かなね、ハロウィンカードプレゼント、あ、てかもしね、てかそれこそさ、サインカード当たったらハロウィンカードね、そのまま貼っちゃいたいけど、裏にそういうわけにはいかないのかな、山さんお化けありがとう、もしね当たってた、お菓子ありがとうございます皆さん、そろそろ乾いたかな、怖い、乾いてないよ絶対、だって二度濡れしたもん、ね、サインやってるのは別に、この前のはねもうねとっくに、うん、出してる、出しちゃってる、その日に書いてその日に提出しなきゃいけないんだよ、そうだからね、貼れたらさ、貼りたかったよね、あれはスクショタイムするから、ありがとう、おかしい、嬉しいね、サインやってるのは難しいからちょっと裏に貼るの、もしいたら全然貼ってって言ってたら、あ、たまたま当たって、それか、まあ、今後当たった時とかでもいいけど、まだ間に合う、絶対間に合うの、もうね多分発送してますね完全に、あ、落っこちちゃった、そう、ちょっとかけるかな、待っててくださいね、うん、ギャードさんハッピーハロウィン、ありがとう、たくさん嬉しい、今後用にでももしね、今後貼ってっていう人いるならちょっと早めに言ってくださいね、ハッピーハロウィン、それなくしちゃうからきっと、ちゃんと撮って、サバさん、サバピョンにしちゃおう、うん、すっぴんで申し訳ない、こんなボッサボサ、お風呂上がりの何のアイロンも通していない、うん、はい、ありがとうございますね、クーさんありがとう、パカパカパカっていう、カンケカンケカン
国からなんです。ありがとう、カレンちゃん。ウーさん、ありがとう。サバピョン。ハッピーバースデー。ケーキ食べてね、おめでとう、おめでとう。ヤマさん、わけありがとう、おめでとうございます。おめでとう。なあ、スクショ、すごい顔が、こんな。山さん、ありがとう。お菓子もね、お菓子も確かにハロウィン近い。山さん、ありがとう。あ、信之、なにこれも猫なの、悪魔。あ、ありがとうございます。信之くん、ありがとう。悪そうな、なにこれは、猫だけど怒ってるね、すっごい。どんな顔してんの。ありがとうございます。のびきくんも受けとこう。ぶゆきくん、じゃあ31の配信来てね。タワーすごい、猫ちゃんが、どっちも猫ちゃんだけど全然違う猫ちゃんだね。猫ちゃんなのかな、これ。デビル。あーちゃん、ハッピーハロウィン、ありがとう。山さん、お化け、やっと。お母さん、なんだっけこれ、うん、お墓じゃない方、おーカオケ、ありがとうございます。でもリクエストの絵を描こうってね、31にタワー立つ。あのね、31日にあのまで、あのいつでもあれなんですけど、あのなんていうのに、あのサイン、何、紙、その自分の作ったカードにサインとか書いて、名前とスクショ、コスプレしてスクショみたいなするから、まあでも最初に書いとけるから、そう、今こうやって前、この何、この期間っていうかハロウィンの期間のやつは全員って感じ。うん、今のところね、オーダーしてくれてるやつはね、書いといたよ。オーダーしてくれてる人は何人くらいだろうね。全然いなかった気がする。菊丸、サトル、めぐみ、バジさん、まだね、4人ですね。だからね、タタタ、アウトレット、そう、ほぼね、なんかみんなわざとかも、私のね好きなキャラばっかなったけど、アイドル好きさ、イスミン、かわいい、あまりにもかわいすぎてどうしよう。貴公子がすごいびっくりなんだけど、かわいい、何回見てもかわいいです。サカティン、ハッピーハロウィン、ありがとう。わっ、すってか猫だけど、おお、かぼちゃすごい。アメちゃん、ありがとうございます。猫だけどかぼちゃみたいな、なんかすごい、ありがとうございます。これタワーすごい、こんなタワーもすごい、ありがとうございます。嬉しい、
なんかさ、このエイジはむずく、なんかさ、簡単なエイジないかな、かわいい、描きやすそうな。ダライダライ天才的ダライ、ダライダライ、ダライダライ、ねえ、ないの、ライダライ、これじゃなくて違うのにしよう。半分きました。ひくまるエイジ、やばいやばい、丸い文太くんがすごい、急に文太くん、ほんと文太くん出てきちゃうな。だろいは違うじゃんね、びっくりしちゃったよ私も、つい口ずさんでしまう。だろいだろいだね、かわいい、これめっちゃとても描きやすそうな気がある。え、ほんとにかわいいね、ひくまるはかわいい、かわいすぎる。え、ほんとにどうも、意外とかっかかか、え、かわいい、文太と菊丸が、菊丸がおんぶしてもらってんだけど、文太かわいい、なにこれ、あー、なー、かわいい、菊丸英二くんはとてもかわいいです、ブーさんありがとう。関係、じゃあとりあえず簡単そうな菊丸くん描いてみよう。けいさんありがとう、たかひろくんもありがとう、わかん、お絵かき配信ねえ、どうしようかな、はい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 、残念なってないし、
とちっちゃいよ、控えめになっちゃった。控えめですとても。なんでだろうか。これは思い切りつけつけよう。ちゃんともう一個書いてみよう。難しそう。ね、普通に無理じゃない。普通に。ちょっと許してってことで、藤先輩も会長。結局まだちっちゃくなっちゃったから。あ、そう、藤先輩のがちっちゃくなっちゃうから、どうしようどうしようどうしよう。藤先輩とか菊丸くらいの大きさのテニスボールなんだ。いや、藤先輩めっちゃちっちゃいんだけど。まあ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 、てか藤先輩ってほんとかっこいいですね。顔がもう、なんかこんな感じに描いちゃって申し訳ないか。まあまあ、一旦色塗ってみようみたいな。うん、3日楽しみ、初お話し会でサインあった。あ、サインの裏に何書いてほしい。今リクエスト受付中です。書いてほしい絵が教えて。うん、目は開いてません。
ついな。インタマシア、何、何でもいいよ、何でもいいよ。この髪色が絶妙。炭治郎の髪と一緒じゃないか、これは。赤い茶色で。おお、炭治郎と菊丸の髪色一緒だね。茶色と見せかけての赤みたいな。すごい、こんなぴったり当てはまるとは。炭治郎以外にこの色が。よかった、鬼滅のクーピー買って。うん、この2つをちょっとね、 H があまりにもちっちゃくなっちゃったので、藤先輩のこちらもつけようと思います。かわいい。そのボール消えるよ。はいはーい。はいね、わかるかなこれ、菊丸と藤先輩って。よしみさん、ありがとう。クーピーが、クーピーが、ナムちゃんありがとう。かわいい、かわいいでしょ。続いて、ちびむーん、いいよ。ちびむーん、それ目出したやつ、知らないよ。変な感じになっても自信はないけど、まあやってみよう。サトル目出してるのいつのがいいかな。どうだ、
向き合おう、悟ると。うん、難しい。無理だ。すごい。なほちゃんありがとう。ハピアロウィン。ペイさんありがとうございます。猫ちゃん、猫だ、怒ってる猫、ありがとう。ペイさんも待っててね。ありがとう、嬉しい。怒っちゃった。ありがとう、楽しみにしててね。ちょっとこれは失敗かもしれないかもしれない。いや、失敗なんて許されない。山さんありがとう。バケ嬉しい。バケ、ハロウィン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 。なんて誘うのもないよ、こんな繊細なのか。遅い、とにかく遅いねえ、この目
気持ちなくて。悟る、やばい、むずい。清水拓也さん、ありがとう。嬉しい。おだいりさん、最近おだいりさんと、あ、間違えちゃった、間違えどこ行った。最近おだいりさんとたくさんお会いする気がする。お仕事とか、そう、お写真撮ってだから、多分それかな、その時のかな。嬉しい、見終わってね。確かに割とこの写真撮ってない、珍しいかな。無理だこれ、難しい。二重は綺麗です。こっちの方じゃないと。とっても綺麗。あ、ちょっと乙骨いう痛みがなんか、ちょっと大丈夫。大丈夫か、大丈夫そう。ね、上手かもしれない、もしかしたら。それは嘘かも。上手ではないけど。ああ、まあちょっと違うけど。うん。これはね、どうだろう。色塗ってみないと。わからん。これでも普通にうまくない？わからん。どうだろう。頑張ったよ。普通にこれあげたくないくらい上手なんだけど。あげてって感じだよね、本当に。これはさすがに上手すぎこれはやばい。これはあげたくない。これはあげたくない。グーさんありがとう、ハメちゃんもありがとう。バカ関係、本当に無理無理無理。これは私がもらうわこれはやばい、これはやばい、これは五条悟るだ。ちょっと待って、
めっちゃ遊ぶじゃん。少しフルーツ。カレンちゃんまたありがとう。ありがとうございます。とてもいいです。すごくいい。どうしよう、五条悟りすぎる。カレンちゃん帽子ありがとう。ウェイクカーハッピーハロウィンありがとう。色白すぎて肌色使いたくないの。かっこいい。どうしよう。見てびっくりだよ。そうそう、うま。赤ティーンパカーン、ありがとう。のべきくん、ハピハロイン。ありがとう。これはやばい。行くよ、見せるよね。待って、これは本当にクオリティ高い。でれんでれんでれん、じゃーん、やばくない？え、どういうこと、なんていうクオリティでしょう。え、ちょっとあげたくないよ。やばくない？へー、かっこいい。かっこよすぎる。どうしてこんなにかっこいいんですか。見てください、このお目目。かっこいいでー。かっこいいよ。かっこいいよ。
ちなみにこれです。こちらの剣が、さすがにこれは50ハトル。いろんなし。やばいよね。目がやばい。本当にやばい。まあこれは当たった方にね、やっぱりあげますよ。プレゼントフォーユー。ハムちゃんわけありがとう。いや、ほんとこれは上手。ごめんね、なんかめぐみがすごい変な感じだった。サトルがすごすぎて。リクエスト考えてない。なほちゃんありがとう。あみちゃんおまけありがとう。何がいいかな。めぐみ顔が綺麗すぎてな、なんか申し訳ないんだよな、描くのが。こんな綺麗な顔に描けないよ。ね、いや、いつも違う。ちょっと五条さとると系統も反対できますね。うん、バジさん書くね。カレンちゃんありがとう。ナルマウッチお墓ありがとう。難しくはないか、うん、気
急に方向転換すぎて。あ、待って最悪、字間違えた時はハートで動かす。めぐみでもない気がするんだけど、なんか多分ウニなんだよな、めぐみの髪は。めぐみもう五条悟と何があったんですか、何があったんですか。めぐみ、めぐみはちょっとないの、もうちょっと。めぐみ、あうちゃんありがとう。めぐみはさ、目つき反抗的。バジさんね、バジさん、幼少期のパンダ先輩は幼少期ね、かわいい、あれ難しい、どうだろうね、パンダ幼少期、幼少期の梶圭介、ここかな。どうし、どうだ。幼少期かわいいけど。難しい、どうしよう、
髪の毛長いの難しそう。今は東京リベンジャーズのバジケースです。書いてみます。不安なんだけど本当に大丈夫？83これ、あ？どっちかって言ってマイキーじゃないから大丈夫かな。ちょっと待って、どうしたいで愛してやろうか。マジさんが書けません。でもなんだかんだ言ってきっとマジさんになってくれると私は信じているよ。そう、誕生日クサイデッツさんありがとう。ガンオケたくさん嬉しい。そうなんですよね。待ってマジさん、本当にこれマジさんかな。待って、わかんない。これ大丈夫かな。待ってる。え？待ってる？マジさん首細いな。
難しい。グーさんありがとう。あと8、あと少し。フレフレダンスションさんが未来旅立つ父さんのやんだ日々を高くしてベベベ歌えて一緒さんが誰だ、和地さん難しい。え、新さんだ、ありがとう。あ、これ和地さんかな、本当に。ありがとうございます。
フローチをしているんでしょうが、あーもうこれバジさんかな、怖いな、怖かったのに、集中目大事、目大事、ちょっと本当にこれバジさんじゃないかもしれない、ごめん、あちょっと待って待って待って、ザワさんありがとう、これ口マジで大事だね、これどうしよう、うん、ここでミスったらもう終わりです、マジケースが口元が特徴です、どうですか、これはどうなんだろうか、どうだろう、これはバジさんなのか、バジさんかも、どうだろう、これはちょっと、ね、判定は、いいんじゃない、あ、結構バジさんかもこれ、もしかしたら、ツアさんありがとう、コウモリ、まあこれはどでもまあ共有範囲いろいろったらバジさんになりそう、あでもどうだろう、若干違うかもしれないけど、うん、上手、上手じゃない、やっぱ私これ上手かもしれない、才能ありかも、さすがにこれは上手、ちょっと待って、ここに、ふーちゃんありがとう、待ってこれはちょっと期待してみんな、
おじさんです、どう見ても。ねね、本当に上手。え、今日はやばい、今日才能開花しすぎてるかもしれない。ハメちゃんありがとう。え、これも手放したくない、普通に。え、ちょっとこれはちょっと無理だ、手放すわけにいかないから。私のこれバジ、これは私のバジケースケですね。え、待って、めっちゃ上手だから見てほしい。めっちゃ上手じゃない、どうする。このめぐみがシュールなんだけど、え、どうしたの、私どうした、すごすぎない、やばー、え、超かっこいいんだけど。え、無理無理無理、クオリティ高いっていう自分で言うけど、すごーい、なんかすごい可愛く見えてきちゃうね、ポテネプリが本当に可愛く見えてきちゃう。分かった、ちょっと許して。上手じゃない、さすがバジの女だわ。私ゆずかには渡せないよ。え、すごい、上手ね、やったー、松田さんうま、ありがとう、よしみさんばきありがとう、はめちゃんいいね、ありがとう、すごくない、超上手なんですけど。ねえ、あげたくないあげたくない、かわいいから。なんかおじさんの目塗ってなくない？めっちゃ目かゆいね。黄色っぽいの。完璧。ああ、これはもうバジケイスケです。かっこいい、無理、バジさん好き、うん、上手です。じゃあ次はチビムーン、難しいよね。色に大変そう。うん、難しいです。
どうぞよろしく。どうしよう。ちょっと待った。どうしようかな。前髪先からできたった。どうですかね、難しいけどいいんじゃないかな。結構今頭を描いてます、ちびうさの。まあまあ適当言ったところでしょうか。どうしよう。あやのちゃんありがとう。パカカオケ。今ね頭描き終わったんだけど、
顔、目が、お目目がやっぱさセーラームーン大きいからさ難しいよね。片方インクしてるからいいけど、ね、難しい、どうしよう。あーどうしよう、でも上手かもしれない、もしかしたら。え、待って、私ちょ今日どうした、え、ちょっとやばい、今日覚醒してる、どうしよう、上手にかけちゃう、待って、すっごい上手に描けたかも。よしみさん、ありがとう。え、やばいやばいやばい、今日やばい。どうしたんだろう、私こんなに絵が急に上手になって。ちょっとさすがにこれは上手すぎて、どうしよう、上手です、
スって、色塗ったら絶対かわいい。たださん、うまありがとう。え、色塗ったら絶対かわいいんだけど。かわいい。カレンちゃんありがとう。ヤーミン見える。たけしさんハッピーハロウィーン、ありがとう。すごい感じ。
ありがとう。なんかすごい、あれら木のやつだ。くるちゃん、にっこり目、にっこりマーク、ありがとうございます。くるちゃん、楽しみに10月31日の配信来てください。ありがとう、ありがとう、嬉しい。今ねちびうさを描いてるんだけどね、とっても可愛く出来上がりそうなんですよ。今日は私本当に自分でも自分の画力にびっくり。ちょっと濃いピンク欲しかったな。仕方ないか。ワン。あーさん、誰もありがとう。ありがとう。かわいい、さすがに大優勝じゃないですか。え、待って、今日大丈夫、私上手すぎない？ちょっとこの手書くのめんどくさくてハートで隠しちゃったけど、ちびうさ、え、大丈夫、上手じゃない、さすがに今日は。かっこいい、なにこれ、なにこれ、え、あまりにも可愛いんだけど、どうしよう、自分の顔が少し、え、可愛くない？曲降りない、どうしたんですか私。牛黒めぐみの女子かわいそうに言ってきた。でもめぐみかける自信ない。え、かわいいんだけど、え、上手だね。進撃のこの巨人あたりから覚醒したのかもしれない、こういうなんかあのデフォルメ、今までずっとデフォルメみたいなの書いてきたんだけど、こっち系苦手で、今日はでもなんかいい、いい感じです。かわいい、ハムちゃん、わけありがとう。え、すごくない？自分的に超大満足。なんかさ、パンダってやったらさ、普通に本物のパンダ出てくるからさ、何調べようかな、出てくるか、赤ちゃん、かわいい、かわいい、これは。ハムちゃんありがとう、お母さんもありがとう。かわいい、
けるかなこの調子で。愛情が愛情込めて書かないとやっぱね、この調子でいかないから頑張って愛情込めたいと思う。かわいい、このパンダちょっとかわいいからいけそうな気がする。何これ難しいな意外と。首の境目がないこのパンダ。ちょっと待って、包まれてるんだけど、包まれてるのどう再現したらいいかな。え、待って難しい。ちょっと包まれてるよ。このロールキャベツみたいな形。ちょっと待って、ありがとう。ちょっとこのパンダはさ、あれだよね、目が大事じゃない。結構ぐるぐる巻きにされてるけど、すごい、このぐるぐる巻きにされてるタオルがすごい、タオルでなんか半分以上と取ってる気がするんだけど、難しい。ちょっとどうしよう。そら豆みたいな、このまま難しいです。この黒の部分が、ダメだ。ここ最悪でも塗りつぶしちゃう話だから、大丈夫、セーフにしとこう。何このつぶらな瞳です。とても
どうだろうか、これは。どっち？ね、難しいか。おしゃぶり？やばいね。ターさんおばけありがとう。わっ、高弘くん猫？あれ？これ？猫のやつ？ありがとう。高弘くん猫のなんかちょっと怖いあのタワーありがとうございます。高弘くんも書いとこう。あ、な、今日おし、ありがとう。待っててね。31日の配信待ってます。おしゃぶり書いたことないんだけど、人生初。なんかちょっと違う。なんだろう。なんかちょっと違う。ふさふさ感が。なんで？なんでだ？なんで？あんまちょっと違うんだけど。いいくん、ありがとう。ちょっと待って、わかんない。色塗ったら変わるかもしれない。だって白黒だから余計難しいよね。なんか白と黒だけで、
なんか違う。君かわん、どうしてだ、何か違う気がする。なんか違う、なんで？違くないよね。違くないと思ったら違くない。あ、オッケー。え、なんかさ、絶対おしゃぶりのせいだよね。なんかもっと、なんで黄色とか塗ってみちゃう。おしゃぶり暗いから、どうだ、なんか歯に見えるのかな、おしゃぶりが。だから悪いんだよね。え、なんでだろう。え、なんで、おかしい。黒いのちょっと修正しすぎたのかな。修正しちゃったけどさっきの。え、なんで歯に見える、なんで、なんで、ちょっとこの、でもさ、ここ隠したらさ、ほら、ここ隠したらパンダなんだよ。おかしいな、結構リアル。そう、ちょっとおかしいな。まあ、でもパンダだし、これがパンダですから。うん、書き終わったんじゃない？リクエストされたのは書き終わった気がする。まだでもリクエストしてない人いたら、本日の、ね、本格書きすぎたね。どう考えても、近くにおかしいな。ありがとう、ある意味うっちうま、ありがとう。リクエスト、サイン会、お話し会、何、オンラインお話し会のサイン会が当たった方にの後ろに、あれを、なんていうの、イラストをね、書いてつけてるんですけど、だから当たった方はリクエストしてくださいっていう感じです。そう、クラミパンダ。かわいい。でもさ、ちょっとずっと見てたらもう結構愛着湧くよ。ずっと見てて。結構かわいくない？結構上手だよ。リクエストされてないやつは勝手に書いたんだけど、リクエストしてないよって方は、私が勝手に好きな絵を貼り付けますっていうコーナーです。マジ、貴公子どこに行くんだろう。かわいい、何回見ちゃう。おー、イケメンすぎて、どうしよう。さすがにこれかわいい。そう、生で見たら多分違うよ。届くの待っててね。ま、やった。ポンさん、ハッピーハロウィーン、ありがとう。当たったらしい。当たったら。リクエスト、どうせ当たってもリクエスト聞こうしてってよ、聞こうしよう。
違う貴公子も描こうか。今度あのめっちゃ顔でかい貴公子描こう。なんか濃いな、目でかくて。湯婆婆の覚醒版みたいな。ちょっと怖いから、待っててねそう、じゃあこれは後で話し会の時待っててください。なんか急に寒くなった。寒い、最悪ネイルが一本だけ。あれだよ、一本だけグワーってなってる。あのどっかに触っちゃったんだろうね。上から何乗せてあげる。よし、ヘイ君ハットありがとう。タオさんハッピーハロウィン、たくさんありがとうございます。うん、嬉しい。ネイミー姉ちゃんありがとう。明日寒いのか。確かに初見で話しかけてきて結構どうしたんだってなっちゃう。そうだろって思うよね。まさひろくんハートありがとう。トゥ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 、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。めっちゃ寒い。もう29日だったよ今日。10月29、早っ。29、明日30か。でもですね、やばい、もっといっぱいさ、ハロウィンの日にさ出したい、僕 SNS とかさ出したい写真とか、まあ、全然何もやってないや。確かに進撃じゃなかったよ、契約怖いわ。あ、肉の日いいね、お肉食べたい。ちょっとさ、ハロウィンのさ、このタワーのお礼のカードをさ、スペシャルカードをさ、自分で作ったから、作ってみたやつをさ、このサンプルをね、メールで送ろうとしてるんだけど、サンプルって書いてあるんだけどこんな感じで、メールが、あ、見えない、いいとこ全然見えないね。ハロウィン、あ、ちょっと全然見えない、ダメだ。可愛くね、書いたんだよね。まあ、とりあえずメールに送るね。明日これに、これをカードに、カードっていうか普通にカードみたいなして、サインと名前と書こうかなって思ってます。なのであの、このハロウィンタワーとかくれた方は31日、10月31日のハロウィンの日のショールームに来てください。ショールームで、あのコスプレを、コスプレしてスクショタイムみたいな感じでしたいなと思ってるので、楽しみに。お父さんパチパチありがとうね。まあ明日メールで送るから、文字はちょっと明日よく見てください。パチパチありがとう。お父さん、うん、
とうございます。おーさんありがとう。カオケーパキパキ。ハロウィン、ハロウィンね、早いね。まだまだだと思ってたのに。いかんとありがとう、吉見さんもありがとう。乾いたかな。高いこのネイル高かったから、高いかっただけいい。すっごいツヤツヤで可愛い。鉄も可愛いです。可愛い。寒い。これも買ったんだよね。キャンメイクのグローフルールチーク E16。 なんかね、ツイッターかなんかでバズってた。儚げ透明感ほっぺ。まだ開けてないけど。見ました。今日さ、いつかお昼くらいから何も食べてないんだけどさ、普通にお腹ペコペコなんだけど、ちょっとダイエット始めようって、まあ、11月から始めようってやったんだけど、まあ、もう始めようと思って食べてないんだけど、お腹空いちゃったけど、もうアナスピースしてるの。歯磨いても寝る準備満タンなのね。だからマウスピースを外してまた食べて、歯を磨いてまたマウスピースをして寝るっていうことがすごくめんどくさいので、食べないかもしれないけど、でもすっごくお腹空いたというこの葛藤をしております。ひーくんハートありがとう。続いたらめっちゃ褒める。やった、えらい、やった。みんなが褒めてくれるから、私褒められて伸びるタイプなので頑張っちゃおう。お腹空いたら眠れなく、え、でも私さ、あ、確かに眠るまでは大変かも。だけど寝たらね、もう秒だから、寝たら起きないから、寝たらこっちのもんなんだよね。ね、マウスピース減量法で頑張りたいけど。でもすごいさ、今さ、何、リップ このグロスだけつけてるんだけど、ピンクのすっごいね、歯紅みたいな、あのマウスピースにすっごいつくの。だからすぐピンクになっちゃう、 歯じゃないけど、マウスピースが困る。あ、活動めっちゃいいんだよ、いいんだよ。まあ、食欲の秋だし、みんなはいいの。私はあのやばいから、本当に頑張るんだ。手術矯正したけど痛いらしいが、痛いよ普通。でも我慢できる、結局痛いけど我慢はできるから大丈夫。普通に痛いか、痛いってか、うん、最初ずっと痛い、まあ、ずっと痛いか。で、あれ、ラレ、ラレです。かわいたかな。アメちゃん入ってありがとう。今日めっちゃ嬉しかった話していい？あなた2分しかないけど、あ、でもな、ここ今、ここに今あるか、あ、あった、見てほしい、ね、今日ね、アニメイト行ったんです。あのチャケンのさ、舞台の前にアニメイトちゃちゃっと行ってね、ちゃちゃっとね、アイドルセブンのなんか、なんだっけな、缶バッジと、缶バッジのランダムと缶バッジ普通のやつを買ったのね。1200円以上かな、
買い上げするとあのもらえるやつあるじゃん。ねえ見て、一発一枚しかなかったんだけど、一枚だけ特典もらえるってなって、なんて一発で地引き、おしめを地引きしたんですね。滑舌悪くなっちゃった。しかもね、あのこれあのリバーレ、ズール、トリガーは 全員持ってるんだけど、アイドリッシュセブンってちょっとマウスピースであれがダメだ。アイドリッシュセブンはあのリクしかなくて持ってなくて、アイドリッシュセブンだけリクだけしか持ってないね。ねなんとも、ね、もだからこれの種類のやつ、推し面全コンプしました。ねえほんとかわいい。どうしよう、一発一人一個しかもらえなくて、その一個で美月を当てるという、もう今日はありがとう神様って思った。すごくない？もう嬉しくてさ。でも ね聞いて、ちょっと待って、聞いてほしい。私はちょっと待ってね。見て、よかったの。缶バッジェットのミナミ、ミナミが欲しくて、まあ、トーマも髪結んでたからすごくいいと思って買って、このランダムも買ったんだけど、1個にしたんだけど、運試しみたいな感じで買ったらナギでした。ナギでした。ナギでした。かっこいいね、本当にビジュアル。でもこれのミツキが欲しかったんですけど、であのガチャガチャっていうの、なんかガチャガチャってやってます。クリアファイル、ミニクリアファイルね、これも私は見つけ欲しかった。まあでもね、南欲しいな。うんー、まあうん、推しメンがとにかく欲しかったんですけど、そうちゃんでした。でもそうちゃんも美女いいね、やっぱり顔がいいですね。私最初ね、そうちゃんアイナナの中では2推し、このアイドル7の7人の中では、ね、2番目に好きだった。今もでも2番目かな。でもどうだろう、そうちゃん顔がいい、とにかく顔がいい。まあまあまあ、あ、みつきが欲しかった今日は、しょうがないっていう感じでした。今日の戦利品、あれもまあいろいろ他にもあるんですけど、アイナナこんな感じ。ひーくんバラありがとう。マジでみんな美女いね、最近引きマジで強いよね、ありがとう。ということで、じゃああーもうさー、なぎもいいけど、おしめ以外あんまあのつけないからさ、頑張って、まあ、保管します。かわいい、ほんとにみなみ、あーなんでこんな顔がいいの、見える、なんでこんな顔がいいんですかね、うちのおしめかー、ありがとうございます。ということで、あ、ガクさんはトリガーは、そう、あの、アイナナこの7人だけだったらってこと。トリガーとか入れたら、あの、ガクさんとかリバーレ、ズールとか入れたら違うけど、このアイナナ、この、難しいよね。アイナナ、これ何て言えば、アイドリッシュセブン、そう。アイドリッシュセブンだったら、そう、2を知らんち、そうちゃんが。いいか、ありがとう、あと。じゃあ、ランキング見ます。1位、タカヒロくん、ありがとう。2位、ハムちゃん、ありがとう。3位松尾さん、ありがとう。4位 Google Pay さん、ありがとう。5位にっこいちゃん、ありがとう。6位ターさん、ありがとう。7位わきぴっぴさん、ありがとう。8位マキアートさん、ありがとう。9位ひーくん、あと10位グーさん、あと11位餃子のポーチさん、ありがとう。12位サバさん、ありがとう。13位たけしさん、ありがとう。ありがとう、みんなありがとうございました。おやすみ、あと2分だ、ありがとね。またね。すごい、おしめんのね。欲しいです。ランダム。だね、早くランダム開放やりたい。アイナナのエハース楽しみ。ありがとう、見てくれた方。追いかけ配信も楽しかったです。とても今日は本当に追いかけ配信の腕が良くて今日は困りました。あげたくない絵がたくさん描けてしまって、まあでもみんなにあげます当たり前なんだけど、うん、なので楽しみにしててください。ありがとう、おやすみ、またね。あ、ツイッターに投稿してるので、よかったらいいねとリップとかリツイートとかしてくれたら好きです。またね。
くない、今夜はもうグッナイ絶対違う、グッナイ山内さん、いや山さんの声だね。ハムちゃんハートありがとう。